貨店は特に結構年季の入ったベテランが揃ってます。どうしても機械がカルピスバター切れないんですよ。あんバターを一つ中です。なんか生地に秘密があるんですか？いや、もう全然シンプルな、シンプルですよ。銅割りって銅割り？ええ、卵も粉も砂糖もほぼそういう銅、同じ分量で、あ、銅割り、同じ割合ってことですか？植物性の油ですね。油を塗ってるんですか？はい。普通こうパンケーキだけ売ってないから珍しいんじゃないですか？そうですね。なかなか見ないですよね。ええ。目の前で見れるからいいですよね。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうぞ。どうぞ。いらっしゃいませ。どうぞご覧ください。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、どうぞ。こんにちは。いらっしゃいませ。
ませ。時々ないとかがあるから決められちゃう。一番は2つ。This is white beans. This is white beans. White beans, red beans, and this is the... This is already finished. One red. This is very common. One red. Fine, thank you. For you. すごい度胸があるのでうちはね年齢が彼女はすごい若いけど、はい、あの上がかなり80くらいですよね。ですよね。そうなんです。お母さんかなみたいな。そうそう、大塚店は特に結構年金の入ったベテランが揃ってます。勤続50年ぐらいの方もいるし、半世紀以上、すごいですよね。すごい、うん、今もうすぐ来る人もうちの看板娘なんだけど、もう70とうとう過ぎてる。すごいすごい。お客さんのファンが多い人なんで、その人に会いに来ますよね。そうなの、本当にその人に会いに来る。いいですよね。一番人気ナンバーワン。はい、これお先にお渡し。ああ、そうですか。はい、じゃあこれすべてお持ち帰りですね。はい。はい、これは2050円です。まとめて入れといて、小分け袋は大丈夫です。大丈夫です。はい。最近ですので、お時間あったら麦茶飲んでください。ありがとうございます。では50円お返しで、はい、どうもありがとう、いただきます。はい、いらっしゃいませ。はい、どうぞ。全然止まってないですよね。こう何かしら動いてますよねすごい。2つです。はい、どうも。ありがとうございます。一緒でよろしいですか。はい、それでは440円です。ああいうお願いもよくあるんですか。今車でね、降りれないんでね。そんなのありなんですか。そうなんですよ。よくあるんですか。よくはそうはない、そんなにはないですね。はい、どうぞいらっしゃいませ。はい、まことにすいません、今日は。バター切るのがもうすごい子なんですよ。全部手なの。それすごい。すごい。誰も切れない私たち。すごい。これを入れるので、これ綺麗でしょ？こうやって綺麗に切るの。ほとんど。どうしても機械がカルピスバター切れないんですよ。厚みがあって、うん、だから結局手でやるしかないので、はい、彼女が母国に帰るとき、いっぱい切っていかなくちゃ。いっぱい切って。そう。あんこだけも出るんですよ、結構。ね。何が一番人気なんですか。あんバターですね。あんバター？こしあんとつぶだとどっちが
あ、やっぱり粒あんですよね。あ、粒あんですか。はい。これでもね、20年。いやいやいや、これ素晴らしい。ありがとうございます。はい。そうです。ありがとうございます。すいません。はい、どうぞいらっしゃいませ。はい、どうもいらっしゃいませ。でお店で食べるときは、うん、その作った袋の商品を提供するんじゃなくて、そうそうそう、焼きたてをね、せっかく焼いて、そのために、すごいですよね。お客さん結構、ね、そこで焼いてることさえも知らない方もたくさんいますよ、うん、お店に入ってきていい匂いだなと思って入ってきて、うんうん、もうしたらそこ通り過ぎてるから焼いてるんですよと、あ、そうそう、あ、焼いてるんですかっつって、だから結構そこで食べちゃう人がいるでしょ、あ、食べちゃったらもう焼きたてできない、自分で、自分で、私は忙しい時にハッと気がつくと食べてる人に今度言ってくださいね、だってそういうことだと普通は思いますよね、普通思いますでしょ、はい、そうなの、そうなの、普通思う、モナカもここでやってるから、そう作りたてがこうサクサクで、今日はねちょっと人数いないんですけど、金つばそこ、金つばもやってるんだ、そう、へえ、買います、いらっしゃいませ、どうぞ、よかったらあのお茶飲みながらちょっと回っていただければ、ね、これはいただきに上がりますので、はい、ドライヤーして、はい、はい、助かります、430円でございます、はい、ゆっくりしていてください、麦茶冷えてますからね、バターだけ挟んでみて、焼きたて作るのでちょっとお時間いただけますか、320円です、あんバターのみです、バターのみです、バターのみだったらバターだけ、バターだけ、紙袋を入れます、4つ、4つ、奥にどうぞ、どうもありがとうございます、ちょっと持ちにくいかな、大丈夫ですかね、これおまけで入れときますから、なんか、すいません、召し上がってください、はい、どうもありがとう、気をつけて、すいません、ちょっと持ちにくいかな、ありがとうございます、じゃあ、アンバターを一つ中です、いや、皆さんね、お誘い合わせの日来て、お土産買いに寄ったりなんかして、4のつくの日は
そう、読むんですけど、あの巣鴨のお地蔵様の縁日なんです。縁日なんです。そう。それとあと 土曜日曜。はいはい。ね、意外とほらお休みだから皆さんじゃあ行こうかなって。ね。平日でもこんだけ混んでるんですか。そう、でも空いてる時もありますよ。あ、うん、そういうことなんで。はい。